はいどうも皆さんこんにちは、つなきゃぴです。今回ですね、ベッドウォーズっていう、僕のチャンネルでは初めてやるゲームなんですけどもをやっていきたいと思います。で、もう簡単に超簡単に説明しますと、真ん中じゃない、今目の前にいるこのベッドを、破壊されたらリスポーンができなくなって、破壊されてもいいんですけど、実は全員殺せってことですね。はい、というわけでくっそ手抜きな説明はこんなもんにして、早速ね、僕このゲームすごい脳筋ゲーマーなので真ん中に繰り出していきたいと思います。基本はね、この手のゲームっていうのは真ん中に行くと何かがあるみたいなのが多いんですけど、これも一緒で真ん中にね、強いものがあるので、強いものっていうかエメラルドがあるので、それを取ってこのショップの人と交換するみたいな感じでプレイしていくんですけども、よし、これで意思権が変えるから。もう横の人来てるな。ベッドは正直ぶっ壊されたらリスポーンができないだけなので、正直勝ってしまえば何の問題もないという。もう少し、気づくなよ。いい感じ。ヘロー。で、ここにいる人結構 PVP ガチというより、俺剣持ててない。大して強くない人が多いので、もう比較的ね、ボコれるんですよ。もうそれがね、今めっちゃ楽しい。ちょっとこれでガチ勢とかが来始めると困るんだけど。OK。ではね、こんな感じでもうベッド壊したので、この人はもうリスポーンできないので、この時点で、緑の人は負けですね。こんな感じでどんどん侵略していく感じのゲームなんですが、正直ね、今回ソロというので、最高、4対4かなで、ベッドウォーズできるんですけど、正直、ソロはもう戦略なしで、ゴリ押すのが一番手っ取り早いし、いいんじゃないかなっていう。ちょっと今、まだこれにやってるの2回目なんですけども、2回目の率直な感想です。はい、というわけでね、人いなくない？いる？あっこ攻めますか。けど、キリ足りてる？オッケー。はい、こんな感じで、もう2チーム破壊しましたね。で、ここら辺で装備を買って、で、剣もアップグレードさせて、よし、こんな感じかな。これはどうなんだろう。シャープネスつけれる。オッケー、いい感じ。で、右に表示されてるバッテンがついてないのがまだ生き残ってる。待って。あれがない。羊毛がない。生き残ってるチームなので、これをぶち壊していきたいと思います。でね、結構、このショップでいろんなもん買えるんですけども、この今買った TNT がね、本当に厚手の防衛のところにはベストですね。残ってんのがピン、レッドいきますか。で、自分は黄色なんですけど、奇跡的にまだ壊されてないっていう。結構なんか赤強そうだな、あの人。最後にします。とりあえずね、偏見で人を判断して、いないラッキー。今ここに外出中だから、今のうちに赤壊しに行ければベスト。よし、オッケー。で、こういうね、結構厚手、これは正直微妙な方なんですけども、TNT 置いて、すっぱらかにして、はい、これでもうこの人は、終わりですよ。なんだこの人。引っかかってる。はい、お疲れ様です。で、残りホワイトのピンク。こんな感じでね、結構本当にまだこのゲームできて間もないので、最強プレイヤーと呼ばれる人がいないのでね、今のうちが優勝とかを稼ぐチャンスかなと。気づいてないよね、あの人。気づいてた？気づいてるね。勝てるでしょ。そんな、よっぽど PVP でこの
負けるはずがないんだけど。OK。で、これはもう、これは普通にぶっ壊しちゃいますか。真ん中多分1個だよね。OK。おおお。はい、お疲れ様です。で、最後はホワイト。なんかめっちゃ、ほんと一人無双しちゃったわ。ちょっと、急遽、ソロでやらせていただいてるんですが。OK、ジジイ。うまくない今の。壊した、白壊した白の忘れてた白どこ、白どこ、あ、いた、あれね、はいはいはい、はい、壊すの忘れてたっていう、まさかのまさかのやらかし。まあこんなん正直ね、階段作って上から襲撃しちゃえばいけちゃうんですよ。はい、TNT。 あ、間違えた。 OK。 はい、あれどこ行った、あ、落ちてったのね。ほら、はい、これで終わりじゃないの、優勝だよねファイナルキル、あれ、はい、というわけでね、はい、無事優勝しました。5キルですね。まあ、キル数正直漏れるのでね、このゲームファーム、あの、アンにやったことわかる、アンにやったことある人はわかると思うんですけど、ファームっていう感じで。はい、というわけでね何個壊した、マジ何個壊したかわからないけど、まあ、ものすごくね壊せました。というわけで今回ベッドウォーズをプレイしました。このゲーム結構ね、4人とかでやるの楽しいので、また誰かとコラボしてやるみたいな感じでね、ベッドウォーズはやっていきたいと思います。というわけで最後まで見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。